森ビ瓶は、仏法草木カワセミカの内ン瓶赤に属する鳥類の一種であり、マクレエスキングフィッシャーやブルーキングフィッシャーの名でも知られる。全長約20センチメートル。青色と白色が目立つカワセミ類で、インドネシア、ニューギニア、オーストラリア北、東部沿岸に生息する。他の多くのカワセミ類と同様に、 無脊椎動物及び小型のカエルやトカゲなどを採示する。森小瓶は1830年、博物学者のウィリアム・ジャーディンとプリドー、ジョン・セルビーによって初めて記載された。南洋小瓶属トダーンファスに移されるまで、本種は長い間山小瓶属ハルシオンに置かれ、ハルシオン・マクレイヨの旧学名で知られていた。インドネシア、パプアニューギニア、ソロモン諸島、 およびオーストラリア北、東部に分布し、ニューサウスウェールズ州のポートスティーブンス湾から、北方のヨークミサキ半島、それから西のトップエンドにかけて、オーストラリアの海岸線上あるいはその付近に生息する。冬季に南海基線以南で見られることは、ほとんどなく、ニューサウスウェールズ州やクイーンズランド州南部の南方地域ではナッツ鳥であるが、その他の地域では流潮として、 周年を生息する。クイーンズランド州南部からニューサウスウェールズ州には9の10月に夏鳥としてトライし、4から5月にクイーンズランド州の北方へと渡る。その名前が示唆するように、本州は開けた森林やソリンに生息し、オーストラリアでは亜熱帯内市熱帯の乾燥林や湿性低地林、マングローブ林、小葉のブラシの貴族林の沼地、渓流、タコの貴族林、 ユーカリ林、および、農耕地や牧草地のほか、郊外の公園や庭園などにも見られる。標高200メートルまでの地域に多く生息するが、ニューギニアにおいては、林園や開拓地のほか、標高およそ1600メートルにかけての樹木の茂る、湿った場所に生息する。森小品メス2014年3月全長、約20センチメートル。青色の頭頂、翼、腰。 お歯と共に白色の喉、胸、腹及び舌をずつを持つ。額に白斑があり、また目先から耳輪にかけて黒い帯状の線がある。飛翔時には翼に白斑が見られる。喉からの白色が襟状に伸び、オスは後首まで白いが、メスは青いことで識別される。くちばしは黒くて、下くちばしの基部は単色。交際は暗化色で、 足及び跡は暗褐色ないし暗灰色。若鳥は鈍色で、上面には単行褐色の波形があり、白い仮面も鈍い単行褐色で、頭上は黒っぽい。三足が認められている。一般につがいでいることが多い。つがいは毎年同じ場所で繁殖し、その縄張りを守るために、しきりに鳴く。鋭く噛んだカイシザー、ウィーやシザーウィーやと聞こえる声や、 クレククレク、ティーリーックという鳴き声が、大体早朝、規則的に繰り返される。餌を捕らえた、森ビ瓶オス2014年10月森ビ瓶は、小さな虫、甲虫類、バッタ、トンボ、クモ、幼虫、ゼンムシのような無脊椎動物に加えて、小さなカエルや、オタマジャクシ、トカゲも採持する。木の枝や電線などに止まって、餌を探し、急降下して捕らえる。 口しで獲物を捕らえた後、枝に打ち付けて殺すことが多い。繁殖期は、オーストラリアにおいてはおよそ9月から1月で、ノーザンテリトリーでは9月から11月、クイーンズランド州では8月から12月、ニューサウスウェールズ州では10月から12月に卵を産む。また、ニューギニアにおいては1月に産卵し、一腹のヒナが育てられる。巣は、小木や軌道のほか、 雌ゆにより、地上約10から12メートルにある樹状性の白アリの巣の丸い空洞に短い巣穴を開ける。大きさ25-22ミリメートルの白い光沢のある卵を3から6個産む。ヒナは巣立ってその巣を離れるまでの約1ヶ月間休止される。ありがとうございます。